どうもラオチンです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はコメントいただきました、ありがとうございます。最強パーティーランキングやってくださいということだね。これね、ランキングでやるとちょっと難しかったんですよね。なので今日はおすすめのパーティー3選やっていきます。まあ場所場所によっていいパーティー悪いパーティーっていうのがあると思うんだけども、まあそれを踏まえて3つおすすめのパーティーをやっていきます。それでは早速いきましょう。このランキングには個人的な意見が入ります、ご了承ください。さあそれではおすすめパーティー3選やっていきたいと思います。まずはこのパーティーです。はい、アタッカー3体、そして後ろの方にオイランイケメン兼デビビランですね。まずこの前線のアタッカー、これはね、まあ俺は草薙3体もしくは草薙2にブシニャン1で行くことが多いです。前線3人は物理攻撃がいいかと思います。妖術だったらば耐性があるやつとかがいるので、ここは物理を入れておくべきかなと思いますし、ここ3人は勇ましもしくはプリチーで固めるのを、おすすめします。やっぱりそれでねステータスが変わってくるので、勇ましかプリチーっていうのは優秀ですよね。で後ろの方デビビランは、これデビビランじゃなくてもいいです。スキルが威圧感、これが重要なので威圧感のキャラを入れましょう。そしてここも同じくモテモテが重要です。まあ戦っていくとあわよくば仲間にできればいいかなっていうことでモテモテを入れてますね。うん、ズキュキュンだとかでも OK です。でオイラン、うん、ここもオイランじゃなくてもシワクちゃんでも OK です。オイゾーンで避けることができなくなる、必中になるっていうことでこれは入れてますね。これが一つ目のおすすめパーティーです。さあそれではおすすめパーティー3選2つ目のパーティーに行きましょう。これですね、草薙吹雪姫犬神です。このパーティー何かっていうと無限地獄の周回パーティーになります。無限地獄はやっぱり妖術系と物理系、これをね分けておかないとドンドロが倒しにくいんですよ。ドンドロがものすごく倒しにくい、なので俺はこれをおすすめしてます。キャラクターはね別にこだわらなくっていいです。一つ目のおすすめパーティーと同じく物理系は勇ましもしくはプリチの3人で固めていくといいです。うん、まあ、陣が発動すれば、それで OK ですね。勇ましの陣か、プリチーの陣。これをおすすめします。で、裏側が、これもドンドロ用だね。ドンドロの赤い目玉の時に出現するこの3体なんだけども、まあ、犬神を俺2体しか持ってないので、このパーティーになるんですけども、ここも同じく、不思議の陣、もしくはプリチーの陣が発動する、犬神を2体もしくは吹雪姫を2体入れるのをおすすめします。うん、まあこの犬神と吹雪姫いいところがもう一つあって氷属性っていうところだね。無限地獄は氷属性が通りやすいし耐性を持ってるやつがいないので、氷属性で攻めていくっていうのが一番いいかと思います。まあそれで氷属性の一番強い犬神、そして吹雪姫、この2体を、2人ずつ入れていくっていうのをおすすめします。これがおすすめパーティー無限地獄編だね。さあそれではおすすめパーティー3選最後の1つですね、このパーティーです。トゲニャン、草薙、オイラン、デビビラン、花坂爺です。このパーティー何かっていうと対クローニ用のパーティー、
となってます。クロウにもう何十回と戦ってきて分かったのよ。タンクはトゲニャンが一番いい、これ間違いない。プラチナ核とか、いろいろいるんだけども、トゲニャンがね一番ベスト。まずスキルだよね。トゲガードでダメージを反射するので、敵を早く倒すことができます。そして重要なのが素早さです。素早さ、これね200以上ぐらいないと、ガードする前に押し込まれて倒されちゃうのよね。なので素早さが200以上あるトゲニャンっていうのはやっぱりね優秀。一発食らって、次食らう前にガードするのでやられることがありません。ほぼね、ほぼないのでトゲニャンをおすすめします。でもう次のねおすすめがツボ系。ツボ系もねいいね。まあ最初は若干押し込まれるんだけども、ガードしてしまえばどのキャラクターよりも硬くなれるので、あれが一番安定するかな。ガードしだしたら安定する。うん。なのでプラチナ核とかよりも俺はトゲニャンとかツボ系をクロウニの時にはおすすめします。安定すると思います。でアタッカーだね。アタッカーはまあ何でもいいと思います。物理、妖術どっちでもいいけども、できるならば、勇ましの陣もしくはプリチーの陣が発動するやつがいいですね。素早さが280ぐらいあるとベストです。280あれば、敵に2回攻撃させる前にこっちも攻撃ができていけるので、うん、素早さ280ぐらいがなんだろうな、ラインなんだろうね。それぐらいあるキャラクターを選べばいいと思います。そして光栄だね。光栄は一番最初のパーティーと似てます。オイランデビビランだね。この2体はまあスキルオイゾーンと威圧感、同じスキルを持っていれば誰でもいいです。そして花咲爺、これもねスキル、お世話だね。これ同じやつを持ってれば誰でもいいと思います。タンクをねじわじわ回復してくれるのでおすすめしますね。はい。まあクロウニ何十回も戦ってやっぱりこれがね一番安定すると思いますので、これをおすすめします。はい。ということで今日はおすすめパーティー3戦やってみました。いろんなねパーティーあると思うんですけども、まあ、個人的な意見でございます。よろしくお願いします。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。